それでは商店街についてお話をお願いします。品川区はですね、本当に全国的に有名な商店街が点在しています。その反面、シャッター通りというようなところももちろんあります。で、シャッター通りのところについては、縮小すべきところは縮小していくということにならざるを得ないだろうと思っていますが、全国的に有名なその戸越銀座であったり、武蔵小山のパルム、中延の方の中延商店街とかって、点在しているんですね。そこのところについては、やはり、充実していくというのは当然していかなきゃいけないというふうに思っています。ただそこにプラスしたいのは、子どもたちの安全ということをちょっと付加したいなと思いがあって、例えば商店街の、何でしょうね、今もだいぶやっていただいてはいるんですけれども、子どもたちの見守りというものをしっかりやっていただきたいなということもありますし、それから特徴がないんですよね。行ってみたいと思えるような、そういう商店街が少なくなってきている。あと、支援店が増えてきちゃってるという部分もあるので、そこをどういうふうに再構築していくのかというのは、現場のその商店街の方々とお話をして決めていかなきゃいけないなというふうに思ってます。それから構造的に、何でしょうね、電柱の、地中化っていうのも、戸越銀座もしてあるんですけど、ただ地中化をしても街路灯ですか、があるとですね、結構狭いんですよね、道路っていうのが。だからそのトータル的にどういう街にしていくのかっていうのは、そのそれぞれの地域の良さというのも含めてですね、あと歴史も含めてですね、皆さんとよく話し合って、それから地域の方々の要望であったり、そういうものもまとめてですね、産業振興も含めてですね、推進していきたいと思っています。